和田藩の創業の地は長野県の飯田です。和田藩のルーツから現在までの変遷をたどります。織田信長が武田勢を追って天竜川沿いに稲地を攻め上った時、伊勢の国の原郷から騎馬10騎と数十人を率いた中屋勘右衛門も加わっていました。その最中、織田勢が武田を滅ぼして甲信州を抑え、毛利秀頼に飯田城を治めさせた直後の6月、本能寺の変が起こったのでした。主君を失った中屋勘右衛門は武士を捨て、名を二平と改め、飯田近くの農村、現在の下条村に身を寄せたのでした。この地で二平は農民に手習いを教えていました。その後、当時近畿地方で根付いていた綿の栽培をこの地でも新たな産業とするため、慶長3年に綿屋を開業したのでした。綿花の栽培を稲谷の農家に指導し、天竜川通船で三河に出荷しました。綿屋二平と呼ばれ、着実に業績を重ねて事業の基礎を築き上げました。二平の子孫は劉備、半三郎、文四郎などに分かれ、扱う品も異なりましたが、いずれも屋号を綿屋としていました。綿を商っていた半三郎は江戸時代の中期に飯田藩の御用商人となり、名字帯刀を許されて野原半三郎を襲名しましたが、世間からは綿屋半三郎、略して綿藩と親しまれ、いつしかそれが通り名となっていきました。当時の大相撲に見立てた価格付け表の中で、最高位の東大関に綿屋半三郎の名があり、その繁栄ぶりがうかがえます。合わせが社表なのは二平が武士だった頃の旗印ではないかとされています。綿藩の創業地は現在の飯田市通町一丁目です。現在は飯田信用金庫の本店があります。その一角に、その周辺をたくさんの人々が集える空間、コミュニティテーブルとした理解線アートの広場と道があります。2006年、飯田市京南第二地区市街地組合綿藩ホールディングスによって施工されました。モニュメントにはこの地で綿藩が創業したことが記されています。明治4年に家業を継いだ野原半三郎和吉は、溶鉄やセメントなどの新素材が入ってくると近代的な商品を扱う金物店に転換しました。現在につながる新たな経営基盤を築いたという意味で、綿藩中興の祖とされています。大正時代の綿藩、第一次世界大戦後の恐慌や関東大震災が起きた厳しい時代でした。1947年、飯田大火が発生しました。市内4010戸が焼失し、綿藩も土蔵の一角を残して全てが灰になりました。1949年、綿藩銅鉄金物店を設立し、社屋を再建しました。創業の地飯田を軸に、長野県内でエリアを伸ばしていき、さらにその事業領域も広げていくのでした。